彼女がそのタイミングで来たんですけど、うん、最初友達だったんですよね。女の子同士の友達だったんですね。そうです、そうです。女性として受け入れされて、そうです、そうです、そうです。で一回辞めて、で男性になって、うん、それが言えなくて、うん、ちょっとこう離れてた時期があったんですけど、暗い子をやってたら本当に暗くなっちゃって、好きすぎて、いや傷つかないと2ヶ月くらい毎日告白したんですよ。すごいですね。はい、それでは本日のゲストは森田純太郎さんです。よろしくお願いします。嬉しいです、お会いして。こちらこそ嬉しいです、ありがとうございます。 YouTube 越しで拝見してたので、とても嬉しいです。でも本当いきなりなんですけど、はい、もう10問ちょっとやっちゃっていいですか。はい、よろしくお願いします。はい、では行きます。はい、弱み苦手なことは何ですか。はい、管理系です。管理、はい、時間とか予定とか。時間、予定、お金、物、もう全般全て、はい、全て、はい、すべて。はい、では2問、それをどうやってカバーされてますか。できる人にお願いする。はい、では第3問、はい、人生で幸せだったことは何でしょうか。今この瞬間です、ね。おー、はい、いいですね。では第4問、人生で一番辛かったことは何ですか。性別のことで悩んだ時。なるほど。はい、第5問、どうやって辛い時を乗り越えましたか。どうしようもできないことは諦めて、どうにかできるところを頑張る。なるほど。はい、はい、では6問、幸せに生きるために手放した方がいいものは。見栄とかプライド。ああ、なるほど。では第7問、今のお仕事を始めたきっかけは何ですか。やりたいと思ったから。やりたいと思ったから。シンプル。そうですよね。でも子供の頃はどんなお子さんでしたか。独特な世界を持ってる子供だったかなと思います。はい、なるほど。9問、人生の転機はありましたか。23歳の時に YouTube を復帰したこと。はい、第10問、はい、どんな人に助けられてきましたか。友人ですね。友人、恋人だと思います。あ、はい、なるほど。はい、では10問終わりました、はい、ありがとうございました。その YouTube 復帰された時が転機っていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、それはどういう。もともとサラリーマンやってたんですよね。はい、それもそんなに好きじゃないけど、まあ、頑張って仕事してみたいなので、うん、あ、僕もともと YouTube やってて、はい、就職のタイミングでカミングアウト視聴者さんにできなくて一回辞めたんですね。女性として YouTube されてて。あ、そうです、そうです、そうです、うん、で一回辞めて、で男性になって、うん、それが言えなくて、ちょっとこう離れてた時期があったんですけど、その時にこうザ・サラリーマンやってたんですけど、はい、なんかやりたいことじゃないなっていうふうに思って、あ、もう一回チャレンジしようって思った瞬間があったんですよ。あ、なるほど。ちなみにそのサラリーマンは女性として。サラリーマン、女性として入社をして、で3ヶ月くらい働いた時にちょっと男性になりますって会社に伝えて、あ、オッケーオッケーみたいな感じで。あ、すごい、はい、じゃあ理解のある会社。あ、もうそうですね、全然いいよいいよみたいな感じ で、でそこでも男性としてそこから働いてっていう感じでした。リアルのところでは言えてたけど YouTube ではっていうところだったんですね。うん、そうなんです。あの、実は弟とか言ってなかったんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。お時間離れてて。そうです、そうです。あ、なるほど。言ってなかったんで。親してたんですけど、家族に言ってないことを先に YouTube で言うのって変だよなと思って。確かに YouTube で知ったらちょっとショックです。そうなんですよね。まあ、じゃあ黙っとこうかなっていうのが正直でした。なるほど、はい、あ、じゃあ弟さんへの配慮で。そうですね。なんかそんなこと言ったら弟がね、ちょっと気遣われそうだけど。そのせいとかではないですけどね。そうせいないけど、なんか僕が勝手に気にしちゃったっていう感じです。いや、でもそうですよね、うん、それはじゃあ弟さんにも言えてすごい気持ちとしては変わりました。そうですね、家族とそんなに深く話し合わずに治療を始めちゃったんですね、はい、実は。そうなんです、ね、そうなんですよ。へー。だから男性として生きるっていう点では自由に生きてイエーイみたいな感じだったんで、悩みとかは当時そんなになかったんですけど、はい、やっぱちょっと心に突っかえてた部分は取れたっていう感じでしたね。なるほど、はい、そこで YouTube 復活されて、そこからって気持ち的には発信するに変わりました。変わりましたね。なんかそれまではやっぱ女性なのか男性なのかって言えなくて、でめちゃくちゃ嘘ついてる気持ちになってたんです、ね、なるほど、なるほど。特に僕女性 YouTuber の結構第一人者だったので、女性として投稿して女性だから珍しくて人気が出たっていうのが当時だったんで、余計にちょっとなんか申し訳ないなっていう気持ちがありましたね。初めて YouTube 上でいた時は視聴者さんの反応とかどうだったんですか。あ、でもなんか気づいてたよっていう人が結構やっぱ多かった。あ、じゃあ本当は言って欲しかったみたいな感じなんですかね。なんか曖昧にしてたから多分ずっと突っ込まれてたのかなっていうのは思いました、その時。
でもそれってあります、なんかその、うん、そういう性別のことだけじゃなくて、うん、弱みとかもそうですけど、うん、隠してる時って一番突っかれるじゃないですか、うん、周りから、はい、バーンって出したら、はい、結構なんかあそうなんだみたいな感じですよね、うんうん、なりますね。やっぱ中性の頃で、あのリアルでも周りに言ってない頃が一番なんか周りからどうなのっていう興味の目を向けられちゃうんですよ。なんかオープンにしてからはすごい楽ですね、生活とか心も、はい、なるほど。じゃあもっと早く言えばよかったなって今思います。まあ、確かに言えばよかったかなとも思うんですけど、ただ言うことが大事なんじゃなくて、まあ、自分自身がでみたいなスタンスでどうと多分振る舞えるか振る舞えないかなのかなと。確かに内側というか心の問題ですよね。ってなると、あのくらいの年齢の僕じゃなければ多分堂々と振る舞えなかったかなって思います。なるほど、うん、じゃあやっぱ心の成長と伴ってないと、うんうん、形だけ真似して言った方がいいんだみたいな感じで言っても、うん、それはすぐ幸せにはなれないってことです、うんうん、だと思いますね。やっぱ周りにカミングアウトしないっていう選択をする方もいたりするんですけど、うん、それはそれですごい生き方だと思うので、うん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 、それを私は私の正解だっていうスタンスで生きてればいいのかなっていうふうに思います。なるほど、じゃあどっちも正解っていう。どっちも正解ね。YouTube をそのまたやろうってなって発信内容すごい変えたりとかされました？やっぱどうしても今まで話せなかったことを話したくなっちゃって、うん、ちょっと性別に関することとか、まあ、体験談とかっていう発信は以前にはまして強くなったかなって、はい、今はどういうテーマというか思いで発信されてるんですか？そうですね、 YouTube を日記みたいな感覚で使っているので、その時の自分のこうときめいてるものとかなかったらあげないです。今1ヶ月くらいあげてないんですけど。なるほど。 YouTube だけじゃなくて、はい、その一回これで認められた例えば女性 YouTuber さんの人気が出たとかってなった時に、はいはいはい、方向転換するのってすごい難しいじゃないですか、はいはい、得てきたものを手放す怖さとか、うん、その怖さってどうやって乗り越えました？そうですね、これでも結構最近までこう、はい、その怖さと戦ってたんですけど、うんうんうん、まあ、最近までそうなんですよ。あの僕 YouTube 歴長いんですね。そうです、15の時から投稿してるんでもう10年くらい経つんですけど、バッて人気が出たあの頃は良かったってなっちゃうんですよね。一回休止してた時期にすごい周りがわーって上がって、はい、同期たちが100万人クラスなんですよね。それ見てるとなんかこう出遅れ感とか取り戻したいっていう気持ちで YouTube を取り組んでたのが本当昨年まで。結構最近の話なんですね。そうです、じゃあそこからどうやって変わったんですか？仕事にするのやめようと思ったんですよ。もう YouTube を、もうこれは遊びだし趣味だし一生好きな時にやるものっていう感覚に本当に今年入ってから変わって、そしたらなんかこう無理に投稿するのもなくなっていって、それまでは週何回とか決められてたんですか？あ、そうです、週2回は絶対とかってやってたんですけど、もういいやっていう風に、そしたらすごく自然体になったというか、って感覚があります。それはなんか時間が解決してくれたっていうところですか？なんか出来事がきっかけとなるものがあったんですか？僕は YouTube に依存してたと思うんですよね。なんか YouTube という過去に成功した手段に依存してたと思うんですけど、自立するためには依存先を増やすことが大事だと思ってて。なるほど、はい、あ、それなんかいいですね。自立なんだけど依存がいっぱいあると、はい、あ、そうです、なるほど。本当の意味で自立ってなんか多分誰もできないと思ってて、一人で生きていける人はいないですね。そうなんですよ、そうなんです。なんで依存先を増やそうって思って、で、まあ、ちょうどいろんな仕事もしてたんで、今ときめくものにこう身を入れるっていうスタイルに。わあ、すごい、はい、いいですね。なんかこうどうやったら依存なくなるんですかって悩んでる方多いじゃないですか、はいはい、いっぱい依存したらいいってことですか？そうです、依存先を増やすっていう。確かにそれいいですね、はい、さっきの十文字の時に性別で結構悩まれてた時があって、はいはい、いつぐらいまでは悩んでらっしゃいました？20歳くらいまでは結構ずっと悩んでましたね。なんでこんな風に生まれたんだろうみたいな、なんか感じでした、はい、じゃあその20歳ぐらいでその変えられたのはどういうことだったんですか？彼女がそのタイミングできたんですけど、存在が大きくって、はい、最初友達だったんですよね。女の子同士の友達。そうです、そうです。女性同士の頃の友達で、その頃治療を僕も始めて、体がこうちょっと男性化、まあ、今ヒゲとかも生えてるとかしてくるんですけど、してきっかけの頃に、なんか急に好きになっちゃって、で告白をしたんですよ、はい、でそしたら彼女が、私はあなたのことを
こう旦那さんにしたりとかっていう勇気はないし、うん、もしかしたら覚悟ないからいつか傷つけるかもしれないって断られたりしたんですよ、うん、でも好きすぎていや傷つかないって言って本当2ヶ月くらい毎日告白したんですよ。すごいですね。アタックして、あでもちゃんと見境はこうストーカーにならなんか攻めて大丈夫だっていう感覚があったんで、なるほど、攻めたんです。その彼女だったからそうですね。そうですそうですね。その中で、まあ、傷つかないからっていうのを彼女に約束して結局付き合えることになって、そっからは僕は男じゃないからとか女で生まれたからっていうので何かあっても傷つく素振りを彼女の前だけは見せないようにしてたんですよ。うん、もう約束したから、約束したからには、うんうんうん、で振る舞ってたらなんか自動的に本当にその自分になってった、気にしなくなっていったっていう。おえ、じゃあ同じこと言われても昔だったら傷ついてたけど全然みたいな、全然なんか、演じたっていうのが僕は大きかったですかね。中心になる自分を演じてるうちに本当にそうなっていったっていう。演じると変わるんですね。変わりますね。あ、でもそれで言ったら私逆で、うん、昔暗い自分演じてたら本当に暗くなっちゃう。なんで暗い自分を演じたんですか。小学校とかの時にすごい自信がなかったっていうのもあって、はい、クラスとか見てて明るい子ってなんか誰も例えば応援団に立候補しなかったらお前やれよみたいな感じだったとか、学級委員お前やれよみたいな感じで、はいはいはい、もう分かったよみたいな感じになるじゃないですか、はいはい、でも暗い子って絶対振られないと思う。なるほど。で暗い子をやってたら本当に暗くなっちゃって誰とも喋れなくなっちゃったことがあるんですよ。その逆バージョンだったことですね。回避のためにやってたら暗くなっちゃったってこと、はい、そうなんです。でも逆に言ったら、はい、なりたい自分演じてたらそうなれるよってことですもんね。そうですそうです、本当にその通りだった。うわー、じゃあちょっとなんか仮にそうなったつもりでやってみたら、はい、案外簡単に変わるかもみたいな感じですか。そうですね、変わると思いますね。やっぱなんか言霊とか言うじゃないですか、ね、自分の吐く言葉が大事だって、はい、まあ、僕コーチングやってますけどね、はい、心理学的にもそういうふうに言われてたりとかもするので、自分が自分に対して思う思い込みとか、うん、自分が自分に対して吐く言葉とか所作とかを変えることで変わっていくんだと思います。そうやってファッション変えたら気分が明るくなったりとか一緒なのかなって思うので、あと僕まあマイノリティじゃないですか、うん、一応世間的には、うん、はい、よくこうマイノリティの方の差別偏見なくすために、うん、配慮ある言葉を使いましょうとか理解を深めましょうってこうみんな言うと思うんですけど、はい、誰も傷つけない言葉を吐くの無理だなって思ったんですよ ね、 そうですね。前は例えば病院だと保険証はまだ女性にも戸籍になっているので、はい、出すとこの顔で女性えみたいな感じになるんですよ。で本人ですかとか聞かれるのにいちいちうわって傷ついたんですけど、別に悪気ないし、そうですね、やらなきゃいけないこと、やらなきゃいけないことするし、うん、これで通したら逆に大丈夫仕事ってなるし、うんうん、っていうのをなんか冷静に考え出したら、悪意のない言葉にわざわざ傷つきに行ってたなって気づいて、なるほど、それしないとこうって思ってからすごい楽になったなと思います。いやでもそれ本当にそうですよね。なんかその自分の中に変なフィルターがあって、うん、自分を傷つけられる存在とか、うんうん、差別される存在って思ってると、そうじゃないことが全部そう聞こえますよね。そうなんですよ。でこれ逆もそうだと思うんですけど、うん、私はすごいとか、うん、私はみんなに褒められる存在って思ってたら、そうじゃないお世辞とかまでそうだと思ったんですよね。そうなんですよ。その現象起きてまさに。あ、そうなんですか。いや僕って結構特別なんじゃないかなとか思うようになってって、その辺からいい感じになってきましたね。なるほど、はい、じゃあその大多数の人をどうにかするとかよりも受け取り側の自分を変えたらいいってことですね。絶対そうだと思います。だからみんなが本当に堂々と生きてたら差別になくなると思います、うん、なるほど。みんなが差別をしないように気をつけるんじゃなくって、ね、私は私でいいみたいになってたらってことですね。This is me って言えたらもうそれで変わると思いますから。なるほど、うん、わあ、でもなんかそれ真理な気がします。なんか僕もそう思いました。そうやってね実体験を持ってそう思ったわけですね。そうですね、たかが25年ですけど、その中ではやっぱたどり着いたものはそれでしたね。じゃあ今多分視聴者さんの中でとは言ってもまだ私 This is me は言えないって思ってる方にはどういうことを、はい、あそうですね、誰しもがそれぞれ持ってる個性、うん、強みっていうのはあると思うんですね。でもし今苦しいのであれば、うんうん、多分生かされてない環境にいるだけだと環境、なるほど、はい、なるほど、思うんですよ、うんうん、もちろん自分の心で
私はこういうすごいところもあるしって思うのも大事なんですけど、多分無理だと思うんで、急にはちゃんと自分を認めてくれる人たちとか、自分の強みを生かせる職場とか、そういう人たちと出会ったりとか、そういう環境に飛び込んでほしいなっていうのは思いますね。ご自身が合わないなって思う環境に行った時っていうのはどんな感じでした？はい、まあ、それこそサラリーマンって、はいね、僕管理苦手ってさっき言いましたけど、本当にダメだったんです。頑張ってとか言ったんですけど、なるほど。でやっぱ変えたらすごい、あ、これが生き方かってなりましたし、その当時はね、やっぱ僕は優秀じゃないサラリーマンだなと思って、自分のことダメなやつだなと思ってたんですけど、全然そうじゃなかったんだなっていうふうに気づけたので、受容してくれる仲間にちゃんと出会うっていうことはすごく大事なんじゃないかなと思いますね。その仲間ってどうしたら出会うんですか？やっぱり仲間を探しに行くのは難しいと思うんですけど、仲間にすることができると思うんですよ、今いる人たちを。なるほど。それはどうやってやるかっていうと、私の弱みを見せることだと思うんですよ。なるほど。勝手に多分助けてくれる人が寄ってくるんで。確かに、助けてもらえないと思ってる時って、自分がヘルプ出してないとか、大丈夫だよみたいな感じで演じてたりしますよね。はい、あ、それはすごい心当たりがあります。なんか私はずっと助けてもらえないんだよなって思ってたんですけど、辛いとか、今大変だから助けてとか言えてなくって、はいはいはい、言ったとしても明るい感じで言っちゃうみたいな、今やばいんだよねみたいな。でも自分としては言ってるつもりだし、察してよみたいなのが多分どっかにあったと思うんですよ。こんなに辛いのに頑張って笑ってます私、みたいな感じで。辛いっていうよりもそっちの方が頑張ってるでしょみたいな、そういうのがあったんですけど、でもそれされたら分かんないよねって思って出すようにしてから、人って優しいみたいな。なんならいつでも助けようとしてたのに、助けてって言ってくれないからさって言われるとか。そうなんですよね。ありました。あります、あります。言えよみたいな、ごめん。じゃあ弱みを見せて、今仲間いないと思ってても実は仲間がいっぱいいたってことに気づいていくと、あ、私でいいんだってなってくるってことですね。なってくると思います。で、辛い時に助けてだけじゃなくて、もう普段から素直にありのままでいるっていうのが、なるほど、準備できてる段階で、いざ、はい、出ました、できないやつっていう感じになれば、前も結構簡単に、いや、じゃあやるよ、やってくれるので。なるほど、なるほど。じゃあ頑張ればできるけど苦手だから頼もうみたいな感じで頼んでいけばいいって感じですかね。自分を偽らない方がいいって本当に思います。頑張ればって言ってる時点でちょっと偽ってますもんね。そうもうそのまま楽に生きてくださいと。なるほど、はい、それはすごい思います。めちゃめちゃいいアドバイスをいただきました。自分らしく生きるっていうのは弱さをどんどん出していって、はい、頼っていけばいいってことですね、絶対今私もそうしようって思ってる視聴者さんたちもいっぱいいると思います。そうであったら嬉しいです。本当私のところにも日頃そういうご質問がいっぱい来るんですけど、はい、まさかこの短い時間でそのお答えをズバッと言って、さすがですね、本当に今日はいいメッセージ、はい、ありがとうございました。そうだ、私も出させていただくんですね。はい、来ていただくので、ぜひ見に来ていただければなと思います。はい、ちょっと練習をさせていただこうと思っておりますので、純太郎さん の、はい、あのチャンネルの方も、この概要欄の方に URL 貼っておきますので、ぜひ遊びに行ってみてください。はい、ということで、本日のゲストは森田純太郎さんでした。ありがとうございました。キコオンラインサロンスペースシップメンバー募集中です。キコに直接お悩みが送れるこのサロン、 YouTube 動画でのお悩み回答をはじめ、月1回のオンラインセミナー、ラジオでもお答えします。その他にサロン限定での個人カウンセリングのお申し込みや、無料カウンセリングが当たる抽選にご参加いただけます。 YouTube で出せなかったキコと対談企画の未公開秘蔵映像など盛りだくさんのコンテンツです。あなたもキコと一緒に毎日を開運日に、スペースシップでサクッと幸せになりましょう。詳細は概要欄で。